はい、井上です。トリース。豪徳寺駅ですね。はい。豪徳寺駅。豪徳寺駅、映ったな。あ、映ってます。はい。はい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 、はい、あ、なるほど、豪徳寺駅からね、今からねリラクシンを食べに行きたいと思います。じゃあ行きましょう。はい、豪徳寺を出て右ですね。これ面白いかな。面白い。いや、そうっすね。いやでも、まあ、サブチャンネルにしてはいいんじゃないですか。まあ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 、ちなみに長縄リオもいます。はいはい、長縄リオくんもいます。はい、はい、でね、こっちですね、このはい、ファミリーマートがあります。これ多分早送りだな。そうですね。そうそう、もうね、ひたすらまっすぐですこれ。はい、早送りします。はい、こっちにはトップっていうね、非常に素晴らしいスーパーがあります。素晴らしい。っていうかあれなんだここ、パルケって言うんだ。ああ、トップだけど、トップパルケなんや。あ、全然知らんかったわ。全然知らんかった。もう結構でかいスーパーっすね。うん、ここはね、まあいいや。めっちゃ気になるんですけど、これ。超気になるんですけど。いや、楽しいな、これ。いや、楽しいっすね。いや、サブチャンネル最高っすね。いや、サブチャンネルはマジなんか楽しい。この道ほんとまっすぐです。1回だけ曲がります。1回だけ曲がって到着です。リラクシンね、必ず千円札を持っていてください。両替してくれないです。え、そうですか。うん、両替してくれないんだ。はい、うちは両替やってないんでって言われるんで、必ず千円札を用意していきましょう。あ、ちなみにこれ歩きスマホはしてないです。画面は見てないです。そこを注意してください。そうですね。はい、はい、歩きスマホはダメですよ。危ないですからね。ので画面がたまに変なになってると思いますけど、お気をつけください。お気をつけください。画面が乱れてると思いますけど、そこら辺はご愛嬌ということで。はい、でね、ここ角にね、100円ローソンがあります。角まで来ました。線路があってね。はい、ここを左です。ちなみにそこのラーメン屋は関係ないですね。まあよく食いに来ますけど、僕。ここは昔ながらのラーメンって感じで美味しいです。ちょっとだって今1時でしょ。今1時だよね。はい、迷いましたね。1時やったらもしかしたらもう太麺が売り切れているかもしれない。おっと、結構並ぶからね。いやもうね、だいたい1時頃には下手したらたまに閉まってる場合もあるから。え、ちなみに営業時間って何時からなんですか？営業時間は昼は多分ね11時半から多分1時半ぐらいまでやってるんだけど、なるほどなるほど、たまに早く閉まってるみたいな。あれ、いや、やってると思うよ。え、ちょっと待って、終わってない、終わってない。あれ、え閉まってない。いや、いや、閉まったら閉まってますっていうの絶対あるはずやから。いや、開いてる開いてる、多分開いてる、多分開いてる。はい、ここですね、これです、これです、これ。開いてる開いてる開いてる。ここですね。あ、やってるやってる。あの、スープ切れですみたいな看板が出たりするから、はい。はい、こちらですね。はい、まず食券を、じゃあ買っていきます。じゃあね、バイバーイ、食べてきます。というわけで、はい、リオ君はね、糖質制限中で食べれないんで、はい、これで、
帰ります。あのひんねりさんの撮影をするためにここまで連れてこられました。だから言い方よ、言い方来られたとか連れてこられたとか、ね、はい、連れていただかれました。楽しかった、はい、楽しかったでしょ。いや、楽しかったですよ、はい、うん、じゃあバイバイ、じゃあまた家で、いや、バイバーイ。